お願いします。お願いします。担当本人はどう感じてらっしゃいますか？そうですね、やっぱり、国際映画祭に、映画が、入選していただけることってそんなに、よくあることではないので、すごく注目していただけて、こういう場所でお披露目できるのすごく嬉しく思ってます、はい。続きまして小野さんと、ご質問です。今回このレッドカーペットというのはお二人にとって初めてですかね、歩くという経験はどうですか、ね、実際に歩いてみて。どうですか？あ、もうどうだろうな、なんていうか、ちょっと夢を見てるような気持ちというか、まだ本当にこれが現実なのかよく分かんないくらい、こうちょっと実感がない、緊張してます。はい、私も緊張してます。でもあっという間に終わっちゃいそうなので、楽しんで歩きたいと思います。そうですね、はい、高校生の卒業式を舞台にした作品なんですけれども、卒業式の前日と当日の2日間、それぞれの形で別れを迎えていく4人の少女たちを映した映画に、青春映画になっています。はい、見どころはズバリ見どころは、そうですね、4人それぞれ違った形で別れがあって、違った形で別れを受け止めて成長していく姿があるので、ぜひそれぞれ楽しんでみていただきたいなと思います。はい。